じる横断歩道にブレーキオン。爽やかですね。そうなんですよ。上の句では交通事故を連想させられて心配になるんですけど。おにちるちる、ちるちる記者のケチャップです。そしてこちらは助手のマヨネーズです。よろしくお願いします。というわけで今回は地獄のカップリング短歌大会、こちら去年の秋にちるちるにて開催していた光の腐女子と闇の腐女子が一緒に短歌を作り、性癖で殴り合うという企画です。ちょっと待って、それは語弊がありすぎない？光の腐女子が作った上の句に闇の腐女子が下の句を投稿したり、反対に闇の腐女子が作った上の句に光の腐女子が下の句を投稿するっていう企画でしょ。まあまあ細かいことは気にしない、とにかくみんなで楽しく BL 短歌作っちゃおうぜという企画でして、そちらで応募された作品の中から受賞作品と僕が個人的にこれめっちゃ好きだとなった短歌を今回ご紹介させていただきます。僕の独断と偏見と、そして性癖に忠実に選ばせていただいたので、ピックアップした作品に偏りがあるかもしれませんが叱らず。というわけで早速オタク語りをしていこうと思います。いや、短歌の紹介をしてよ。ではまず今回の動画では上の句が闇、下の句が光の短歌の紹介をしていきます。まずは大賞作品の発表からかな。はい、というわけで大賞作品を一句読み上げていただきます。桜散る横断歩道にブレーキオン、送ってやるよと引く先は初夏。爽やかですね。そうなんですよ。上の句では交通事故を連想させられて心配になるんですけど、実はお迎えに来てくれたスパダリ様のブレーキオンなんですね。ああ、夏の横断歩道なんて二次元だと事故起きまくりですからね。いや、ほんとそれ、もう心配させんなよって。はいはい、そういううざいノリはいいから早く次行って。うざい、あ、まあそうかはい、では他にもこの桜散る横断歩道にブレーキオンという上の句には様々な下の句がついていたので、そちらの中から一つだけ紹介させてください。桜散る横断歩道にブレーキオン、俺が守る、そう言ったよな。これめちゃくちゃかっこよくないですか？うん、これはとってもかっこいい。車に轢かれそうになった浮世を颯爽と助ける攻め、そして俺が守るって言っただろという決め台詞、これにときめかない受けはいないでしょう。これはもう BL に限らずの王道だよね。そうだね。それとね、この下の句以外にも異世界転生してる短歌があったりしたんだけど、そういうのも今時で面白かったんだ。確かにこの状況はトラックに轢かれて異世界転生しそうだね。では次は優秀賞作品の紹介をしていきますよ。皆さんもよかったら上の句の絵も吹っ飛ばす下の句を考えてみてください。というわけで一句。どうしても子供が欲しいと君は去る、数分後子犬を連れて現れる。超可愛いですね。私これめっちゃ好きです。そうだね、ウケちゃんの子供が欲しい欲はワンちゃんで抑えられたってことなのかな、それともそもそも子供イコールワンちゃんだったってことなのかな。どちらにしろキュートすぎる。ワンちゃんを抱えて戻ってくるウケちゃんの絵が想像できて楽しいね。そうそう、そしてそんなウケに振り回される攻めがこの短歌の面白ポイントだよね。ウケが去っていった後、攻めは絶対ドギマギしてるんだよ。男同士で子供を作る方法とか調べたりしてさ、そしてどうやってウケに納得して戻ってきてもらおうか真剣に考えるんだけど、数分後にはワンちゃんを抱えたウケに肩透かしを食らうってわけさ。そして何とも言えない表情をしつつも可愛らしいウケちゃんの様子ににっこりしちゃうっていう、そういう描写が僕の中では浮かんだね。では優秀賞作品の2作目を一句。やっぱ無理、ベッドの上で告げられて
俺が抱きたい、のしかかる音。おっと、これはお節制拒絶かと思いきやのまさかの上下王道バトル。結局これはどちらが勝っちゃうんでしょうか。おっとちょっと、ケチャップさん落ち着いて。いいや、俺は押し付けないね。イニシエからどちらが受けでどちらが攻めかというのは大問題されているわけさ。 BL 漫画読んで最初にこいつが受けだと思った子が攻めだった時の何とも言えないこの感情、俺は未だにこの感情の消化の仕方を知らないね。では優秀賞作品の最後の一句読み上げさせていただきます。目に涙、手にはナイフの君が眩しい、俺のために刻む玉ねぎ。けなげ、攻めのために目に涙浮かべながら玉ねぎムキムキするウキちゃん、けなげ。いや、これは攻めの可能性もない。確かに料理でも何でもできちゃうスパダリが目に涙浮かべてる姿、貴重すぎて見たい、めちゃくちゃ見たい。受け攻めどっちがやってても燃えるな。では今回僕が独断と偏見で選んだ単語を一つ発表させていただきますね。諦めろ、ここがお前の終着点だから、俺と結婚しろよ。いやー、かっこいいですね。そうなんですよ、めちゃくちゃに強引に攻めてますよね。逃げてる受けを捕まえて壁ドンでもしたのかな。俺様系ですね。他の下の句は、心配すんな、責任取るから、いや、開発すればまだまだいける、などエモかったり面白かったりしたものもありました。どれも素晴らしい短歌でした。今回は地獄のカップリング短歌大会の上の句が闇、下の句が光の短歌の紹介をしていきました。皆さんならどんな上の句や下の句を作りますか？ BL 好きの友達とやってみても楽しいかもしれません。今回紹介した作品の他にも敵に刺さるものが応募された短歌の中にたくさんありましたので、ぜひチルチルのサイトで地獄のカップリング短歌大会と検索してみてください。ねえねえケチャップさん、ちょっと聞いて。実は今年もこの地獄のカップリング短歌大会が開催されちゃいます。気になった方はぜひ応募してみてください。お待ちしております。というわけでケチャップとマヨネーズでした。あいちでーす。